2号の状況で、今、原子炉の水位が見えない状況になっています。でこの状態で RCIC が、動いているかどうかを判断して、SR 弁を吹かせて水位をぐーっと下げて、FP で注入するんだけれども、とても目暗な状態でやるのでよろしくないです。で、軽装の方で、見えるように復旧してくれてるんだけど、今確認したらネックは電源で、電源を確保するためには、車のバッテリーを今10個、直列でつないでやっていたのが枯渇したんでこんなことになっているので、バッテリーが50個100個のオーダーであったら、見えるようになる。なんで、発電所の方の、物品支援の側と、あと本店側にも手伝ってもらって、バッテリーをとりあえず確保しないと、いけないという状況です。で、ちょっと後ろから呼んでもらっていいですか。もう7時に出たんで。あ、すみません、その前に出てます。今日私が帰るときは、今日昼に出てます。でもあ、だけど今出てるでしょ。聞こえる？そうですね、一応聞こえる？一応聞こえますか？入ってる？一応さん聞こえてますか？一応聞こえます？一応さん、柏崎から。今の件ですか？いやいや、はい、今のバッテリー、今のバッテリー横村ですけど、はい、こっち昼に出た瓶にね、12ボルトのバッテリー30個くらい積んであるから、はい、今ね、ありがとうございます。今ね、そっちの、ね、コールセンターだけ、あそこでそっちから来るバス待って、今エサエサ積んでるとこだと思うけど。ああ、そうですか、ありがとうございます、うん、聞いてみて。はい、うん、で、の方で今柏崎の横村さんのところで言ってくれた12ボルトのバッテリーをダッと送ってもらったら、それすぐもらって、何個か直列で、中層に置けば、24ボルトの電源はすぐ確保できるし、125ボルトも確保できるから、それをもらってください。で、帰らないでもらえるようにするのと、パラで、こっちで到達できないですか？どうにかバッテリーはいくつあってもいい？バッテリーは今日買い出しに行ったので8個、まあ、なるべくたくさんということを言って、で8個買ってきて、それはお渡ししているんですね。でそれはもう使っていらっしゃるというふうに伺ってます。で必要があれば明日また買い出しに行こうというふうに思っていたんですが、とりあえず30個ということであれば、まあ、2、3日は持つのかなというふうに。そんなことない？福島第一さん、本当に取材部ですけど、聞こえますでしょうか？じゃあ、そのリスクを考えてまた数十個オーダーで明日買いに行くことにします。福島第一さんが、本店の取材部ですけど、はい、今バッテリーの件でお話ありましたけども、はい、こちらで手配するものございますか？24ボルトの電源を、複数、長い間いただきたいなと思って、その候補として今バッテリーと言いました、はい、で車のバッテリーを直列でいくつかつないで今現場で対応してますけれども、はい、それが枯渇しましたんで、はい、大きめの、バッテリー、もしくは車のバッテリー程度でも、50個100個であると非常に助かります。はい、50個100個、はい、車のバッテリー50個100個か、大きめのバッテリーということです。はい、ちょっと相談します。はい、お願いします。ありがとうございます。私どもも地元で調達しようというふうには努力してるんですが、なんせ岩国に行くまで6時間ぐらいどうも今かかってるようなんで、明日買いに行ってもまた帰ってくるのが夕方ということになってしまうと思いますので、パラで入手しようと思いますが、ぜひ本店さんにもご協力いただけたらと思いますので、よろしくお願いします。
ティッシュペーパー、カップラーメン。大根です。買うために。けども。お疲れ様です。今日うちの方で、いわき方面に、バッテリー買いに行ったんですけども、はい、ちょっとどこも買えませんでした。あ、そうですか。いわきの方面は、はい。はい。明日また、買い出しやるんで、ちょっとトライしてみたいと思います。はい。はい、すいません、お願いします。すいません。ちゃいますか？席外してるみたいですね。すいません、取材班ですけど、各班にお願いがあります。明日また買い出しに行きますので、ホームセンター等で手に入るようなもので、何かご希望のものがあれば、リストを持って、口頭では構いませんから、取材班の方までお越しください。よろしくお願いします。本店1円でよろしいでしょうか。ちょっと待って、すぐ返します。